まあまあこうやってよいしょシャーベットですね。はい、こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。で本日はこちらですね、山崎の農園寺になります。昨日の夜、作って冷蔵庫に入れておきました前割りですね。前割りをして凍らしたやつ、凍ってるかな。まあまあこうやってよいしょシャーベットですね。いい匂いする。これ30ミリ入れましたが、まあ30ミリで半分ぐらいですね。ほぼこれシャーベットになってますね。はい、じゃあ本日はこいつをいただいていきましょう。トレスアップ作ってみますか。これ30ミリ違うかあったのに使うの初めて。じゃあ水も同量。じゃあトライサップ、今割ったものと、前日前割りしたものですね。あとシャーベット、ああもうどんどん溶けていっちゃってる。やっぱりこれはシャーベットですね。これにハイボール入れていきましょう。じゃあ通常のトライサップですね。まあ美味しいですね。モルトの風味と甘い香り、とても美味しいですね。じゃあ次に前割りいただいていきましょう。前割りいただきます。すごい、ちょっとやっぱり角が取れてる感じしますね。やっぱ当日のこちらの方が、今割ったトライサップのモルトの味が濃い感じしますね。まあこれちょっと冷やしてるのもありますが、こちらの方がやはり前割りの方がマイルドになってますね。うまい。じゃあシャーベットの前割りに前割りを足していきましょう。山崎のシャーベットですね。シャーベット状、20度ぐらいだと、まあ、カチカチには凍りませんが、シャーベット状になるんですね、これね。山崎のシャーベットも美味しい。ちょっとシャーベットも浮いてるんで、シャーベットを飲んでみたんですが、山崎のシャーベットも美味しいですよ。これは美味しい飲み方ですね、これも面白い。この自我カップ何ミリなの？ちょっとすごい少ない感じがするな。こんなもんでしょ。山崎のハイボールいただきます。やっぱり自分はハイボール好きですね。華やかな香りが出てきてる感じがして美味しい。やっぱりうまいなハイボール。面白い。シャーベットの部分が濃い。これなかなか美味しいですね。もうちょっと水を足してみて、水割りですね。水割りをいただきます。水割りぐらいで、ちびちび飲むのも美味しいですよね。シャーベットが全部溶けたら、すごいなんか味がさらに濃くなった感じしますね。なかなか贅沢な飲み方ですね。うまい。はい、本日の山崎のテイスティングレベルになります。スイートも、やっぱりモルトの甘みですね。これがとてもします。あとフラワーもこうモルトの香りすごいしますよね。あとピート、タルコウですね。タルコウも
鼻に残るタルコ、これもいい香りがします。まあテイスティングレベルでは、まあ皆さん美味しいの分かっていますので、その程度にしておきましょう。で次に私の好きな飲み方ですね。まあ前日のトワイスアップ、前割りですね。これが10ですね。まあ当日つけた、ね、トワイスアップ、まあこれもまあ10に近いですが 9.5 といったところでしょうか。でハイボール、ハイボールもやっぱり美味しいですよね。まあハイボールも10としたいところですが、まあハイボールは9。ハイボールのな香るのは何ですか。ハイボールのはちょっとチョコレートのような香ばしい香りもしますね。やっぱり美味しいですね。まあ私の好きな飲み方としては、まあ水割りとハイボール、まあ両方試して飲んで美味しいです。テイスティングフローチャートでいきますと、スモーキーマップに入ると思います。夜市や宮城京などと同じようなマップになってくると思いますが、4種類を飲み比べてみたいと思います。本日は、まあ日本が誇る山崎ウイスキーですよね。本日もご視聴ありがとうございました。